フェルミウムは元素記号 FM 原子番号100の人工放射性元素であるアクチノイドの一つであるフェルミウムはより軽い元素への中性死傷者で生成する最も重い元素でありそのためマクロ量で生成し得る最後の元素であるしかし純粋な金属としてのフェルミウムはまだ生成されていない19個の同位体が知られておりその中で フェルミウム2 5 7が100.5日と最長の半減期を持つ。フェルミウムは1952年の最初の水素爆発のゴミの中から発見された。科学的性質はアクチノイド後半の元素に典型的なもので、原子化はプラス3が優先的だが、プラスにもとり得る。半減期が短く生成量が少ないため、現在は、 基礎科学研究用途以外ではほとんど用いられていない。他の人工放射性元素がすべてそうであるように、フェルミウムの同位体はすべて放射性であり、高い毒性を持つと考えられている。原子核物理学のパイオニアの一人で、ノーベル物理学賞受賞者のエンリコ・フェルミにちなんで名付けられた。フェルミウムは、アイビーマイクのフォールアウトの中から最初に見つかった。 元素名の由来となったエンリコフェルミフェルミウムは1952年11月1日に行われた最初の成功した水素爆弾実験 IB 作戦で発生した放射性効果物の中から発見された当初のゴミの分析ではウラン238が6個の中性子を吸収しその後2回 β 崩壊した時にのみ生成し得る プルトニウムの新しい同位体であるプルトニウム244が検出された。当時は重い原子核が中性子を吸収するのは珍しい過程だと考えられていたが、プルトニウム244の検出により、さらに多くの中性子がウラン原子核に吸収される可能性が現れ、新しい元素の発見につながった。元素十九は爆発の雲の中を漂っていた露子の中からすぐに、 発見された。これは、1952年12月に、カリフォルニア大学バークレー校のアルバート・ギオルソ、ラによって発見された。彼らが発見したのは、ウラン238が、中性子を15個吸収し、その後7回 β 崩壊してできる、半減期20.5日のアインスタイニウム253、であった、92-238U15N。 7β-99253es, ディスプラスタイルマスム 238-92u, スライタロ 15n7β ハット対、99253s さらに、ウラン238がこれ以上の中性子を吸収することもあると考えられた。元素100は元素99よりも一桁少ない修率になると予測されたため、 その発見には、さらに多くの材料が必要であった。そのため、ローレンス・バークレー国立研究所の調査団は、船で汚染されたサンゴを回収し、分析した、水素爆弾実験から約2ヶ月後、高エネルギーのアルファ粒子を放出する半減期がほぼ1日の、新しい成分が分離された。その短い半減期から、このような同位体が生じるのはアインスタイニウムが、 ベータ崩壊した時のみであるため、新しい元素100だと考えられ、実際にすぐにフェルミウム255と確認された。この新しい元素の発見と新しい中性子捕獲のデータは、冷戦の緊張の下、アメリカ軍の要請を受けて1955年まで明らかにされなかった。IB マイクの研究成果が公表されたのは1955年になってからだった。詳細は、 フェルミウムの同位体を参照フェルミウム257の崩壊過程ヌバセ2003には原子量242から260までの19個のフェルミウムの同位体が掲載されている。その中でフェルミウム257は100.5日という最も長い半減期を持つ。フェルミウム253は3日の半減期を持ち。フェルミウム251、252、254。 255、256の半減期は、それぞれ5.3時間、25.4時間、3.2時間、20.1時間、2.6時間である。また、残りの同位体の半減期は、すべて30分からミリ秒以下である。フェルミウム257が、中性子を捕獲して生成するフェルミウム258は、370ミリ秒で、自発的核分裂を起こす。 フェルミウム259と260もどちらも不安定でそれぞれ1.5秒4ミリ秒で自発的核分裂を起こす。これは核爆発中以外では中性子捕獲が質量数257以上の原子核を作れないことを意味する。フェルミウム257はアルファ崩壊しカリホルニウム253になるためフェルミウムは中性子捕獲過程で生成する最後の 元素でもある FM、S、CF、BK、c マイナーアムのクロマトグラフィによる分割フェルミウムは各施設においてより軽いや口の井戸の原子核に中性子を衝突させることで製造される。フェルミウム257は中性子捕獲によって得られる最も重い原子核であり、ナノグラム程度の量しか製造できない。主要な製造元は 85メガワットの出力を持ち、キュリウム以上の原子核を作る専門施設である、オークリッチ国立研究所の高中性小束同位体、生産炉である。この炉の通常の稼働では、数十グラムのキュリウムが放射線照射を受けて0.1グラムの桁のカリホルニウム、ミリングラムの桁のバークリウムとアインスタイニウム、ピコグラムの桁のフェルミウムが生産される。しかし、 特定の条件の実験では、ナノグラムやマイクログラムの桁のフェルミウムが生産される場合もある。20から200キロトンの熱核爆発で得られる。フェルミウムはミリグラムの桁だと考えられているが、これは莫大な量のゴミの中に混ざっており、例えば1969年7月16日のハッチ実験では、10キログラムのゴミの中から40、 ヒコグラムのフェルミウム257が回収された。製造後のフェルミウムは、他のアクチノイドとランタノイドから分離する必要があるが、これは、通常は、アルファー、ヒドロキシンイソブチル酸アンモニウムに溶解させ、ダウックス50やテバば等の非ン交換樹脂を用いた、イオン交換クロマトグラフィーを用いて行われる。小さな非ンは、アルファー、ヒドロキシンイソブチル酸。 アンモニウムカゲイオンと結合して、より安定な複合体を作り、そのためカラムから溶出しやすくなる、高速分割結晶法が用いられる場合もある。フェルミウムの最も安定な同位体は、半減期が100.5日のフェルミウム257で、あるが、アインスタイニウム255の崩壊性生物として、容易に分離できることから、最も研究されている同位体は、 半減期20.07時間のフェルミウム255である10メガトン級の IB マイクのゴミの分析は長期のプロジェクトの一環として行われその目的の一つは高エネルギーの核爆発における上欄元素の生成の効率に関する研究であった核爆発は最も強力な中性資源でありミリ秒の間に平方センチメートルあたり1023個の 中性子密度を作る。これと比較して、高中性小玉同位体生産路での中性子密度は、ミリ秒の間に平方センチメートルあたり1012個で、ある。いくつかの同位体は、米国本国に運ぶまでの間に崩壊してしまうため、研究所は、エニウェトク干渉で、ゴミの予備分析を行った。研究所は、実験後できるだけ早く、ロシを備えた、飛行機で干渉の周りを飛び、 サンプルを回収した。この分析でフェルミウムよりも重い元素が発見されることが期待されたが、1954年から1956年にこの干渉で行われた何度かのメガトン級の核爆発後の分析でも発見されなかった。米国による核実験発知とシクラメンによって生成した超ウラン元素の量の推定。フェルミウムは全ての同位体の半減期が短いため、 地球形成以来、生成したフェルミウムはすべて崩壊している。天然の近くに存在するウランやトリウムからのフェルミウムを生成するには中性子捕獲が多数回必要なため非常に珍しいと考えられる。そのため地球上のほとんどのフェルミウムは実験室や高エネルギーの原子炉、核実験でできたものであり、生成してから数年間のみしか検出されない。アインスタイニウムとフェルミウムは お黒の天然原子炉でも生成されていたが、現在は停止している。フェルミウムの科学的性質は、溶液状態で研究されたのみであり、固体状態は作られていない。通常の状態では、フェルミウムは、溶液中に酸化の非 4FM3 として存在し、水和数は16.9、酸化入り定数は1.60から4である。酸化のフェルミウムイオンは、酸素のような硬いドナーと共に、 広範な有機リガンドに結合し、これらの作体は他のアクチノイドの作体よりも安定である。また、塩化物や硝酸塩と影ン作体も作り、やはりこれらもアインスタイニウムやカリフォルニウムの作体よりも安定であるようである。広範のアクチノイドの作体の結合はイオン性が強いと考えられている。フェルミウムの有効核電化が高いため、 フェルミウムイオンは他のアクチノイド用イによりも小さいと考えられ、そのためフェルミウムはより短く強い金属リガンド結合を作る。酸化のフェルミウムは例えば塩化サマリウム等で強鎮させることでかなり容易に2価のフェルミウムに還元される。電極電位は1テルビウムタイと同程度で基準電極に対して約マイナス 1.15V と推定され、これは 理論的な計算とも合致する。FM2、FM0 対の電極電位は、ポーラロングラフィー測定によるとマイナス2 3 7トである。フェルミウムに触れるものは、ほとんどいないが、国際放射線防護委員会は、二つの同位体について、年間曝露限界を定めている。フェルミウム253に対しては、 摂取限界107ベクレル、吸入限界105ベクレル、フェルミウム257に対しては、摂取限界105ベクレル、吸入限界4000ベクレルである。ありがとうございます。